はい、こんにちは、豆と申します。スクールボーイズあゆみ、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで前回、翼ちゃん、ワンちゃんですね、とシロちゃんとこの可愛いショタ二人とね、秘密基地で遊んだ帰りですね、公園に寄ったら多分しんちゃんとともくんがいたんですね。おーい、しんにともに、て、あれどうしたの。おーっす、こばっち、みなっち。こばっち、みなっちってなんかめっちゃ可愛いんだけど。なになに？今日は新しい友達も連れてきたよ。ん？どうもよろしくです。僕の名前はさっきまで合ってたよねって思っちゃうよね。翼だー！え？え？びっくりするよね。さっきまで遊んでたのにって。よいしょっと。無事に抜けてよかったですね。あ、こっちサイド。楽しみだったんです。これでも優しくした方なんですよ。僕の時なんか、ユッキーが無理やり押し倒して、本当にあいつったら。あ、そうだ。まだお飲み物を出してなかったですね。何か飲みますか？と言っても牛乳か水くらいしかありませんが。翼さん？あれ？って、寝てるし。さっきまであんなにギャーギャー騒いでたのに、やけに静かだからおかしいと思いましたよ。翼さん、翼さんってば。クシュン。ほら、そんなところで寝てるからですよ。まったく犬じゃないんだから。あ、そうじゃなくて、湖で泳いで体冷やしちゃったのかな。風邪ひかれても困るし、どうします？お風呂入りますか？ほら、翼さん、お風呂、体冷えちゃいますから、冷えちゃってますから。疲れた。シロー、抱っこ。シロちゃんの方がちっちゃいのよね、体的にはちょっと難しいかな。はぁ、自分で歩いてくださいよ。いやーだ、抱っこ。まったくこの人は、よいしょ、ほら、ちゃんと力入れてって。うわっ！へぇー、シロの上に乗っかったつばささん、重い、どいてどいて。シロ、はい？ペロペロするよね、これ。ワンちゃんだもんね。でも可愛いんだよな。ワンちゃん的には普通の行為だもんね、これが。うん。おい、何するんですか？ちょ、やめて、舐めないで、翼さん。なんで？なんでダメなの？そういうのは好きな人にすることでしょ？僕と翼さんはそんな。だいたい、あなたはホーミ先輩のことが、ホーミ先輩が、ホーミ？昨夜？そうだ、聞かなくちゃ。けど、その前にどいて。どかない。シロの上気持ちいい。僕こうするの好きだもん。もう、だから、そういうのは好きな人にすることでしょ。翼さん、ホーミ先輩のことが好きなんでしょ？うん。大好きだよ。シロのことも大好きになったよ。シロ好き。ベロベロベロ。あい、だからやめてって。どういうこと？僕も好きで先輩も好き。うん、シロも昨夜もずっと一緒にいたい人。ずっと遊んでいたい人。だから大好き。僕は、おててを直してくれたお礼をしたいのに、どうしてそんなに嫌がるの？お礼？ということは、先輩のことも、別にそういう意味の好きじゃない？でも、ご主人様とか、変なことも言ってたし。ねえ、シロ、それより、お風呂は？早く、暖かくなりたいよ。はい、そうでしたね。もう、
翼さんのことは犬かなんかだとそういう目で見させてもらいます。実際の犬は苦手なんですけどね。え、シロ、犬嫌いなの？え、ちょっとね、どうしても生理的に逃げたくなっちゃいます。そうなんだ、そっか。じゃあ移動するんでそこどいてください。タッコ。かわゆすな。重かった。シロ、ありがとう。それじゃあ一緒にお風呂入ろう。はい、ごゆっくりどうぞ。それじゃあ失礼します。一緒に。へいへい、あなたは犬ですもんね。犬は一人で入れませんもんね。っていうか犬ってお風呂平気なんだ。まあいいや、ついでに僕の頭もベトベ、僕の顔のベトベトも落とせるし。え、二人で入るの？なんと可愛い幸せスチルがありますね。わー、シロ、くすぐったいよ。ほら、じっとしていてください。まだ泡がついてるんですから。やだ、そこはダメ。だったら自分でやってくださいよ、もう。へぇ、シロ、今日は本当に楽しかったよ。いっぱい遊んでくれてありがとうね。あ、いえ、こちらこそ。めったにできないような体験をいろいろさせていただいたし、いただきましたし、誘ってくださってありがとうございました。シロも楽しかったの？よかった。シロ、お風呂から上がったら僕もう帰るね。わかりました。こんなこと言うのも失礼なんですが、ちゃんと一人で帰れます？大丈夫なんですか？大丈夫だよ。時々一人で散歩することだってあるんだし、何度も通ってる道だもん。そうですか。それならいいんですが。でも、もうシロとはバイバイしちゃうんだね。なんだか胸がジンジンするな。そうだよね。ワンちゃんに戻ったらシロちゃんは近づくことさえできなくなるんだもんね。ちょっと悲しい。また今度会った時、僕でよければ遊び相手になりますよ。あ、どうかしました？ねえシロ、今ね、目から水がこぼれたよ。どうして？このタイミングで、ただシャワーの雫が流れただけでしょ。あ、またこぼれた。人間の体って不思議なんだね。ワンちゃんってさ、涙流さないのかな？よくわかんないんだけどね。ちょっと泣きそうになる。豆おばさん、こういう感動系に弱いんです。本当に鼻声になっちゃうじゃない。今日はフーミ先輩と一緒に帰る約束してるから、ユッキーも一緒に行こう。サブローさんもでしょ。シロ、お兄さんのこと、ないがしろにしすぎ。ね、お兄ちゃんのこと見えない存在として扱うもんね。へえ、それじゃあ翼先輩と仲良くなれたんだ。ほんと大変やってんやから。あれは犬みたいなんてもんじゃなかった。ほんま犬やわ。僕最後らへんはそう思って接してたもん。なんだか面白い人なんだね。そうそう、そんでな、途中公園の向こうにある山に登ったんよ。そしたらな、その奥に、ああ、あそこ綺麗な湖があるよね。え、知ってんの？当たり前でしょ。僕探検大好きなんだし、だからハイキングクラブにも所属し、しゅしゅよ。所属してるんだよ。でもさすがに木の上までは登ってへんやろ。うん、まあ
だったらええわ。やっぱりあそこは僕らだけの秘密ってことやねんな。なんかムカつく。言っておくけど、キツネも木には登れるんだからね。とうとう自分で認めよった。やーい、キツネキツネキツネめ。お仕置きですよね。もうほんと何してんの、そのお仕置き。榊幸よ、恐ろしい子。自業自得です。じゃあ宝美さんと三郎さんが来るまでどこかで時間潰してようよ。翼ちゃんはワンちゃんに戻っちゃったのかな。あ、やった、動かせる、嬉しい。ちょっとセーブします。ほいなっと、会話しときましょうかね。キツネ言うたぐらいで花よ、怒らんでいいのに。ええのに。なんか言った？にゃんでもにゃーい。かわいいすな。どうしようかな。校舎裏に行ったら多分ワンちゃん翼犬がいると思うので、校舎裏を避けて行けばいいのかな。下駄箱から行きましょうと。誰もいなかった。寂しいでござる。じゃあ次は中庭に誰かいるかしら。あ、みんないるじゃない。じゃあこっちから行きますかね。ソーラーキュンと。わあ、やっぱ中学生になるとあのお兄さんたちみたいに大きくなるんだね。図体ばかり大きなっても中身小学生以下のやつもいるけどな。兄ちゃんのこと言って。やっぱり。またシロはそんなこと言って、サブローさんに失礼でしょ。まだ名前言ってへんのに一キロあんたも大概失礼やと思うで。僕らも中学生になると身長伸びるのかな。そうなんちゃう。やっぱり誰見ても僕らより大きいし大人っぽいし。でもしのぶ。あ、必ずしもそうとは限らないのか。そうだね。失礼なやっちゃ。あ。え、みんなさ同じこと言うのかな。あ、だね。でもしのぶはね。強いですから、かっこいいですから。え、これから大きくなるんですよ。はい、っていうことで。面白い会話が聞けたことで、一応校門前も見ときますか。あ、トモキュンがいいんじゃん。ほいなっと。ごめんなさい、ちょっとカットしてました。あ、君はいつぞやの超失礼な小学生くん。え、ああ、あの時の。はい、突入美咲学園でありましたね。指さすんですよね。その説はいろいろとご迷惑をおかけしてごめんなさい。一体何をしたのやら。ああ、僕もその場に居合わせたかったな。ねえ、いろいろ巻き起こしましたよね。ともくん、かわいいすな。ということで、とうとうこれで校舎裏に行くと。あー、つばちゃん戻ってるんだろうな、ワンちゃんに。行きましょう。はい。はあ、緊張するなんか。戻ってるよね、多分。お、何の音？草むらの奥になんかいる。あれは。この姿を見ただけで泣きそうになる。わあ、かわいい子犬ちゃんだ。シロ、やばいよ、犬だよ犬。ほらほら、怖いよ。先輩が飼ってる犬だ。ギャーってなんないね。あれ、いつもみたいに怖がらないの？むしろ、あの子がこっちに怯えてるみたいだね。翼。ほらほら、おいで。大丈夫だよ。怖くない、怖くない。ほら、なんだか、シロが気になるみたいだよ。犬が苦手だって察知してるんじゃない？あ。おいで。
大丈夫やから、君のこと嫌いにならないから、そんなに怯えないで。シロちゃんがワンちゃんを抱いてる。まあ、ツバちゃんなんだけど。はあ、感動。こら、そんなに舐めるなって。シロ、本当にどうしちゃったの？あんなに犬苦手だったのに。なんかね、全然怖くないし平気なの。ほんと、なんでかな。可愛くて可愛くて仕方ない。ちょっとおばちゃん、感動に。シロ、お前どうしちゃったんだよ。翼を抱っこしちゃったりして。キャー、犬、犬だ。こっちはダメなんですね。弟が犬と戯れとる。猫山家の反逆者や。兄ちゃんうっさい。こんなに可愛い犬を怖がるなんてどうかしてるわ。いやもうこれ、今回ほんとサムネ悩む。ユキオ、これは一体どういうことなんだ？僕にもわかりません。ほんと不思議で不思議で。翼、また一緒に遊ぼうな。これはさ、あのワンちゃんは翼だったって気づいたって体でいいのかな。不思議ワンニャン物語終わりました。もう最後ね、本当感動しちゃって鼻が詰まりまくりシティで、はい、不思議ワンニャン物語をクリアしました。っていうことはもう、もしかしてチャプター2に行っちゃうのかな。まあ、とりあえず今回はじゃあここで終わっときたいと思います。次回校舎いろいろ調べて何かあったところから再開していきたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチーからの電話。